さあて、まあ代表かな。代表戦って最後ライバルか。ということで最終戦。まあお金が欲しいんでリオンスタートしますか。これあれっすね、やっぱ君いらないわ。こっちだよね正直。エスパー、フェアリーゴースト、こっちやね。こっちサイコキネシス覚えれんかな。バックサイコキネシス、エスパー、エスパー、じゃれつく覚えれるけど物理型だったかな。物理型なんだよな。思念の頭突き、エスパー、エスパー、アシストパワー、サイコショック。物理エスパー技ってあんまりないんだよね。挑発、眠る、封印、スキルスワップ。トリックだよ。あー、ロックなエスパーはないですね。まあ一旦耐えれるんで、エポート多分オートセーブ入ってるけど、さあ行くぞー。高い。あー代表ですね。なんどうなってんのここ。ようこそ。あなたとポケモンリーグの頂点でお会いできて大変喜ばしいですね。トップチャンピオンである澤高との勝負、勝利すれば合格ですよ。しかし一つ謝りたいことが、よろしくない欠点がありましてね、一切妥協できないんですよ。そのせいか最近は合格者が現れず困っています。しかしあなたならネモのようにとてつもないことをやってのけるでしょう。ではご準備よろしいですか。澤高が勝負を仕掛けてきた。クエスパと、あれこいつエスパー、エスパー、結構きついね。テラスタルはまだ使いたくないね。一発与えてほしいが、特防、次で死ぬな。まあしょうがない、さようなら。多分エスパーで固まってはないと思うので、とりあえず先制の噛みつくで抹殺。さすが正しい判断です。そのままお続けください。ゴーゴーと、
多分草のやつだよね。ヤギのやつだよね。水ガモス。虫のさざめき、火炎放射。虫のさざめきの方使ってみる。うわ、耐えやがった。なんていうビルドアップ。ムキムキマッチョマンの変態です。うん、でも素早さ上がらなかったんでしょ。ドドゲザン。わかんねえ、誰出てくんの。これがわからない。わかんなかったら全部スタメンを出しときゃいいんだよ。何？切り刻んの進化？切り刻んって格闘鋼ぐらい。よくわかんねえ。悪とかついて、悪と格闘あたりがついててもおかしくない感じだな。ドラゴンはないわな。果肉が加わってる等倍ダメージは出るだろう。何に今一つ。うん、結構痛い。もう一ターンは殴れる。まあ噛み砕くが効かないってことは、いいのないな。まあ死ぬまで殴れ。うん、氷も今一つ。あ、ごめん。ごめん。もう一旦ぐらいは固まってるかな。激凛。これも今一つ。岩か。属性わかんないのつら。鋼は確定だろうから焼くか。火炎放射で。焼きます。よし。ミガルーサ。魚だよね。あの突っ込んでくるやつだよね。水はあるか。こいつだよね。型破り。まあ先行ワンパントリックフラワーですよ。じゃあ死のうか。強すぎー。これしかまともな技ないけど。これは手痛い。スタンディングオベーションものです。さあラストか。クレベース。氷。もう一匹いるか。いやー、炎を用意しといてよかったね。火炎放射。それにしても虫っていつ使うんだろう。さあラスト。
キラフロールね、全くわからないです知らねえよ。最後は御三家、名前からじゃ判断つかない。あはあはははは、まだたゆんではいけません。キラフロール姿見てもわからん何ゴースト草、わかんねえ。宇宙怪獣みたいな格好しやがって。トリックフラワー、トレーナーを導く光あれキラフロール。いや逆にテラスタルしたら頭につくからわかるね。なんだ、頭についたのは何これノーマル。いやー効果抜群だったね。なんだろう、草が効果抜群なの。水、地面、いや最後にそんなもん撒き散らしてもしょうがないやろ。最初に出せよ。草っぽい、草が効果抜群になるのは水と地面と岩。岩か。リーフストーン。威力130、特殊。うん。しかも自分の特攻がガクッと下がる。いらねえこんな技。トップチャンピオンの主な国に勝利した。想像を優に超える。25,864円あげちゃう。おめでとう、おめでとう。素晴らしい力、素晴らしい技の連続でしたよ。また一人偉大なトレーナーが誕生しました。新たなるチャンピオン。今度こそほんまにおめでとうさんやな。ちっちゃいお兄ちゃんやりましたの。おめでとう。アップレーション戦は感動している。また泣いとる。あなたたち、ポケモントレーナーはこのパルデア地方の宝物、ね、その中でもチャンピオンはひときわ輝く存在ですよ。チャンピオン州やパルデアのトレーナーたちをその背中で導いてくださいね。それでは入り口までお送りしますよ、ね、ご家族があなたをお待ちです。さあバトルはあるのか。根元の言われなくても分かるよ。チャンピオンになったんでしょ。はい、知ってた、ね、トップから連絡もらってたんだって。私はチャンピオン、あなたもチャンピオン。今の私たちは同じチャンピオン、つまり対等な関係ということで、改めてライバルになってください。俺の方が強いけどね。やったー、心置きなく勝負できるよねと。それじゃあ早速私の本気お待ちください、ね、ルカリオたちは傷ついております、ね、じゃあ回復しようねって。あ、言われると確かに。じゃあポケモンリーグのバトルコート貸してください。もっとふさわしい場所があるでしょネモンチかな。ネモの家の裏、テーブルシティ、宝食堂初めて戦ったあの場所か。だよね。うちの裏か、初めて勝負したもんね、と。他に候補ない?違うかった。じゃあ学校か。本気をぶつかり合える対等なライバル。ね。きっと私です。バトルコートで待ってるから。互いを尊敬できる羨ましい関係ですね。私はトップと呼ばれておりますが、チャンピオンネモは最終試験ですら力を温存して。俺もだよだいぶ残ってたよ。まったく。さあちょっとチェック、こっち。最近戦ったキラフロルさん、はい、岩と毒。はあ、そう、何ポケモンこれ。生息地
はてな。マジでこいつ何ポケモンだよ。で、ドドゲザンは悪と鋼か。あー、こうやって見ると悪い顔しとるわ。戦国の武将みたいな感じだよね。クレベース、ミガルーサはエスパーがついてたのか。まあ関係ないね。ゴーゴーとは草タンか。あ、いやー、キリキザンはな、別進化なのかな。キリキザンのさらに進化なのかな。これがわからない。まあもうちょっとでクリアだからね。そしたら攻略解禁になるんで、ね、どう進化するのか全部チェックできるようになる。とりあえず回復。お願いします。ということで最終シナリオはここですか。テーブルシティの中央広場のバトルコートでネオと勝負をするのです。もうね、これでラストだね。さあ、それじゃあ決めに行きましょう。こっから帰ろうか。